私の名前は梅野ルミ。都内で働くどこにでもいる OL だ。田舎に帰ると古い考えのところだから、結婚はいい人いないのなんて言われるのもしょっちゅう、本当に嫌になってしまう。一応学生の時から付き合っている彼はいるものの、まだ結婚の話になんてなったことがないから言うに言えない。その彼氏の吉春は仕事が今一番楽しいって言ってたし、けれど突然こんなことを言ってきた。あのさ、今度の休みうちに来ない？そのこの先のことを考えて。え？彼氏からの初めて結婚を意識した言葉だった。もちろん答えはイエス。やっと先に踏み出せるなんて内心喜んだ。彼にはご両親に妹もいると言っていた。親族になるかもしれないんだもの、仲良くならなきゃと気合を入れ、高い老舗のクッキーも買った。そして当日。こんにちは。いらっしゃい。さあ上がって上がって。どうもどうも、こんにちは。ニコニコ出迎えてくれるご両親、よかった。とても優しそうだ。リビングに行けば妹さんもいた。あの私、吉春さんとお付き合いさせていただいてるルミです。よろしくお願いします。挨拶をして手土産を渡してお茶をいただいて。いやー、とても可愛らしくていい子だな母さん。そうね、もう息子にはもったいないくらいだわ。ご家族もフレンドリーに迎えてくれて楽しく談笑し、今後もうまく付き合っていけそうだななんて考えてたんだけど、しばらくしたら出前のお寿司が届いた。さあ特上頼んだからいっぱい食べてね。うわー、ありがとうございます。私の好物だからと頼んでくれたらしく、いただきますと手を伸ばそうとしたその時、わおーん。え？突然彼氏が犬の鳴き声の真似をしだしてびっくり。固まっていると彼氏の家族がどっと笑い出した。お犬様だぞ、お犬様が来たぞ。お犬様、お犬様、ガウガウ。そのまま寿司桶に顔を突っ込んで文字通り犬食いをする彼氏。特上の寿司はほとんど食い散らかされ、米粒は飛び、ひどいありさまにはっはっはーとみんなで大笑いにドン引き。あっけに取られている私に彼は、ああ今のこれうちでの鉄板ネタのお犬様。お犬様。家族ネタは家族ネタでいいから家族だけでやればいいのに、こんな食べ物を粗末にしてまでやること、なんかもう言葉では言い表せないくらいいろんな思いが溢れてきた。すみません、今日はもう帰らせてください。え、もう？なんで？まだ食べてもいないのに。ゆっくりしてっていいのよ。いえ、いいです。勤める彼一家を振り払って帰宅。食べ方が下手くそなのは受け入れられる。変色とかも全然許容範囲だけど、食べ物を粗末にするやつとおもちゃにするやつは今後の生活を共にはしてはいけないと思う。私のことも家族だとカウントして、あの鉄板ネタとやらを披露したのかもしれない。でも結婚を意識した大人の男がやっていいネタではない。園児がやったってめちゃめちゃ怒られるでしょ。もう結婚とかの気持ちも一気に冷めていった。というか別れたくて仕方がない。家に着いた後、心配した彼氏が電話してきた。途中で帰ってどうしたの？体調悪かった？私があれを見て引いて帰ったとは微塵も思っていないようだ。彼氏の中であれは特に何でもない、家族の中の遊びなんだろう。私に見せても大丈夫と思ったぐらいなんだから。価値観が違いすぎる。食べ物を粗末にしてまでやる遊びが気持ち悪かったんだよ。はっきり言うと彼氏は驚いていた。え？でもあんなのうちじゃ普通だよ。あなたのうちでは普通だったかもしれないけど、私から見れば非常識だったよ。昔からやってて。いやいや、まず食べ物をあんな風に散らかすなんて信じられない。粗末にしちゃいけませんって習ったでしょ。そこまで言ったところで今度は声を荒げてきた。なんだよ食いもんぐらいで。あれから父さんも母さんもちょっとへこんでるんだからな。お前が勝手に帰ったから。あのさ、もう別れない？勝手なことばかり言うな。電話はガチャ切り。面倒なことになりそうで頭が痛くなりそうだった。案の定彼氏はしつこく LINE を送ってくるように。俺は別れたと思ってない、もう結婚前提なんだと話してる。どうしても別れたいなら慰謝料だぞなんて身勝手なものばかり。一応無視したりせず、価値観の違いだと言って別れたいと何度も伝えるのだけど、まるで応じてくれない。疲れ果て私は共通の友人に相談した。大学時代からの仲だ。じゃあさ、仲直りのパーティーをしない？え？もちろん建前でね。それであいつの家でやるの。他の友達にも声かけとくから。
キサキは彼氏にも私が仲直りしたいことを告げた。すると大喜びで家でパーティーをすることを了承。他の友達にも声をかけてかなりの大人数になってしまった。さすがに料理すべてを準備させるのは申し訳なく、おのおの買ったものや作ったものを持ち寄って、当日彼氏の家族はウキウキで出迎えてくれた。みんなで婚約をお祝いしてくれるなんて嬉しいわ。さあ皆さん上がって。婚約って仲直りからどこをどうなったらそうなるんだ。お邪魔します。もちろんみんなは私が別れたいというのを知っている。知らないのは彼氏とその家族だけだ。じゃあ並べていきますね。持ってきたものをテーブルにどんどん並べていく友人たち。チキンやポテトなど本当に大きなパーティーをしているみたいだ。中にはケーキを買ってきてくれた子もいた。お皿も並べてさあ食べようかとなった時、やはり、お犬様だぞ。お犬様が来たぞ。はは、お犬様、お犬様。やると思った。4人ともかなりハイになってるし、上機嫌で例のやつを始めてしまったのだ。わおーん。げ、彼氏はテーブルに上がり、ガツガツと並べたものを食い散らかしていく。ゲラゲラ笑ってるのは彼の家族だけ。こういうことをするよと事前に言っていたが、実際見るとみんな言葉を失っていた。ははは、お犬様。無残な姿になっていくごちそうたち。これだけのものを食い散らかしたのは初めてだったのか、やったぜとばかりに彼氏はテーブルに犬のように四つん這いになっておたけびをあげた。うわおう、わ、キモ。友人の一言がリビングに響く。空気が冷え切っていることにやっと彼とその家族は気づいた。え、ああ、これはね、うちでよくやる遊びで。マジでこんな非常識なことやってんすか。食べ物もったいな。信じられない。これを彼女の前でやるとか神経疑うわ。次々と飛び交う冷静な声、慌てて彼氏もテーブルから降り、釈明するもそのお菓子のクリームやお惣菜の具がつきまくった服では意味などない。これはうちの鉄板なんだよ、よくやるんだ。よくやってるって、それほど食べ物粗末にしてまでしてんのね。最低。そりゃ結婚もなくなるよ、私だって嫌だもん。いろんな人の声でやっと自分たちが非常識だったと気づき始めたのか、4人は真っ赤になっていた。ルミ、やっぱりやめときな、こんな家族。あんたもこういうことをさせられるかもよ。うん、そのつもりだよ。ちょっと。仕方なく食べ物を片付ける。ああ、せっかくみんなで食べようと買ってきたのに。ぐちゃぐちゃだ。悲しそうにゴミ箱に入れられていく。甘いもしょっぱいもすべて一緒になってしまったごちそう。4人は恥ずかしそうに突っ立っているだけ。もうこんなことやめた方がいいですよ。あなたたちの常識は知りませんけど、食べ物を粗末にするのは絶対やっちゃダメです。そう言って私たちは家を出た。帰り道、マジで信じられない、あれは俺の親だったら殴られてるよと友人たちは呆れていた。何はともあれこれで別れられると思って安心。その後彼氏はようやくとんでもないことをしていたと気づき、まず両親に八つ当たりを始めたんだとか。これが普通だと思ってた。教えたのはあんたらだろ、謝れよ。でも俺たちもこれが普通で。変に受け継がれてきちゃったものだったらしい。でもやっと非常識だって分かってよかった。吉春は友人たちから軽蔑されたことがショックでしばらく引きこもっていた。というか友人たちからも絶縁されてしまった。あまりにもひどかったからね。みんな家族のせいだ。それもまた家族に八つ当たりし、あんなに仲良く見えた一家の中は険悪になっているらしい。当たり前だ。というか小学校でも食べ物を粗末にするななんて何度も教えられただろうに、それを無視してまでやる遊びだったのかと思うとゾッとする。私の方は友人たちに心配され、あの後すぐに飲み会を開いてもらった。まあ結婚した後にやられるよりは良かったと思って。確かにな、普通に結婚してたらあんな家族の輪に入れられてたと思うとゾッとする。子供に食べ物を粗末にするななんて当然の教えなのにね。もし結婚して子供が生まれたらしっかり教えていこうと思っている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。